千田軍之助千田軍之助大正3年3月2日は衆議院議員、ジャーナリスト、木の国長郡南篠の村の合志の家に生まれた。1874年、副校長となり第三大区第二小区会議所に勤務した。1876年、基礎改正にあたって県令上山郡角に地下の不当を訴えたが入れられなかったため副校長を辞した。その後、 小玉昭右門らと共に自由民権運動を展開したため、投獄された。これに対し数百の民衆が彼らを奪還しようと放棄したため、神山は大阪賃代に出兵を行う事態となった。この際に取り調べ時の態度に感じ入った神山は、先田を釈放した翌日に、県の学務課長に抜擢した。1878年に辞職したが、1884年に、 官房主事として起用された。1886年に官を辞して、同志会という聖者を結成し、後には板垣大輔の自由党に参加した。この頃、武つむが大家主義を唱えると、和歌山に起用新聞を発刊して、主筆として反対の論人を張った。1894年、第3回衆議院議員総選挙に出馬し、当選。 通算で4期務めた。その間、1899年に政府が地層2.5%から4%に引き上げる増税案を提出すると反対派の中心となり引き上げ幅を3.3%に抑えさせた。また1909年に政府が非常特別税の高級化を図ると民力給与を唱えて反対し税率を5.5%から4.7%に 引き下げさせた。また穀物輸入税率案を提出して農業保護を図った。ありがとうございます。